こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、情報がお金になるってことをちょっとお話してみようかと思います。例えばですね、皆さんもですね、ご自身が今まで生きてこられた中でいろんな学びとか学習体験とかあったと思うんですよ。それは全て情報ということに脳に刻まれていると思うんですよね。で、このせっかくインプットした情報、これをですね、いろんな学びとか体験を外に出すことによって人に発見や気づきとかきっかけを与えることができるんですよ。実はこのきっかけっていうのがね、なかなか人っていうのはつかみにくいんですよ。例えば4月になったら一つの出会いのきっかけとかね、それが1月になったら年のスタートのきっかけとか、誕生日をきっかけとかっていうのありますよね。でもそういった時に実際にスタートしたことで長続きしたものってあんまりないんではないかなと思うんですよ。ただですね、人が何かを語った時とか、人が何かを熱くね、伝えてくれた時に何か心の中で生まれたもの、よしやってみようっていう気持ちっていうのはなかなか冷めないと思うんですよね。いわゆる憧れの人とか、それからね、自分の道の先を走っている人に出会った時って結構ね、気持ち引っ張られると思うんですよ。で、それがね、多分情報発信がお金になることの第一歩じゃないかなと思うんですよ。よし、この人に学んでみようとかって思えることってあると思うんですよね。もちろん今ね、キングコングの吉野さんとかオンラインサロンってあるじゃないですか。あれがものすごく人気で、すごく加入者多いと思うんですよ。でも実際にあれだけの人数が入っちゃったりすると、例えばね、メンタリストの DAIGO さんとか堀江貴文さんのコミュニティに入っちゃったりすると、本人とのやり取りってほとんど期待できないですよね。だって人数が多くってサポートがそこまで一人一人に細かくはできないのは、それは仕方がないじゃないですか。でもそこそこのレベルの人がね、なんか運営するコミュニティで、しかもコミュニティの参加人数が少ないともなると、1対1の濃い関係ができるわけですよ。で、しかも加入したコミュニティのリーダーが自分の思いとね、すごく近い人だったりとかしたら、それはある意味ね、芸能人の方よりも自分に近い、有名人とか著名人よりも自分に近い憧れの人になると思うんですよ。そういうふうな身近なきっかけをつかめるのが、この YouTube であったり情報発信、ブログであったり SNS だと思うんですよね。まあ、ですので、そこに対してですね、コミュニティに一定のこうキャッシュをね、お金を、入会金額を求めていくっていうのは、それは情報をお金にする一つの大きな手法だと思うんですよ。で、ある意味ね、人のコミュニティに入ることによって、そのコミュニティから運営方法を学ぶということに対してお金を払うという考え方も必要だと思うんですよ。そのコミュニティに入って参加者としてよかったよかったではなくって、どうやったら参加者と濃い関係を作れるのかなってことで加入してみるってことですよね。で、私は YouTube のメンバーシップっていうのをやってるんですけども、その中の何人かはメンバーシップの運営方法を知りたいので入りましたって方がいらっしゃるんですよ。これはすごくいい見方ですよね。なぜなら私のメンバーシップってのは390円です。で、その動画を、メンバーシップ動画っていうのは390円以上絶対に儲かるものをいくつもいくつもいくつも更新してるんですよね。でもその情報に対してもすごく価値を感じるんだけども、このコミュニティの運営方法とかね、どのぐらいの情報発信だったらどのぐらいの人数が参加してるのかってことを知っていきたいとか、こういったところにも、情報発信者の価値っていうのをね、見抜く点があるんですよ。で、そもそもですね、100円の商品は買ってみなければ本当に100円かどうかってわからないわけですよね。そんなことないですかね。例えばね、中古車がありますよね。50万で買うとするじゃないですか。買ってみて初めてわかるわけなんですよ。あ、結構元取るぐらい使ってるな、もしくは買ってみたんだけど実際いらなかったよねって、50万痛かったなって感じるのかね。手に入れた後でその商品をどうするかによって変わるわけですよ。服でもそうですよね。まあ服とかでもそうなんですよ。2000とか3000の気に入った T シャツを買ってみて、実際に買って着てみたんだけども、どうもちょっと自分には似合わないかなと思って着なくなっちゃった。となると2000、3000の出費っていうのは非常に痛いものになります。でも5000、6000で買った服でも気に入っちゃって毎日のように着ると、しかも評判がいいとなると、安い買い物したなって感じると思うんですよ。で、そういった感じで商品って実際に買ってみたりで体験してみないと分からないところって結構あるんですよね。でもだからといっていちいち全てのものを買ってるわけにはいかないですよね。その時に私たちが頼りにするのはレビューなんですよ。しかもプロモーションとして有名人の方が売るために CM としてやってるものではなくて、普通の人が普通の感覚で感じるものをね、レビューしてるものの方が私たちの感覚に近いわけですよ。しかも利益誘導じゃなくって感想を言ってるだけなんでね、いいところも悪いところも出てくるわけですよ。それによってより正確に自分の意思に近いものが選びやすくなったっていうのが、情報を検索するときに私たちが受ける恩恵なんですよね。ということはですね、情報を発信している方がその恩恵から
幾ばくかの対価を得れるっていうところもあって叱るべきではないかなと思うんですよ、ね、だからいいレビューする人にはちゃんと広告がついて、で何かしらの報酬が入る仕組みっていうのが今ね Google さんがもうね確立してくれてるんで、情報発信者っていうのは必ず対価を得れるようになっていくわけなんですよね。もちろん最初からは得れないですけどね、そこそこのレビューの厚みとか数がないといけないんで、とりあえずは数ですよね。だからAmazon のレビューっていうのも100件200件ぐらいではなかなか難しいんですけども、さすがにですね1000件とか2000件になってくると Amazon のレビューアーランキングっていうのに入ってくるんですよね、まあ、そうなると報酬が少しずつ見えていって、しかももしねこれ YouTube でやってると YouTube の広告収入っていうのもつく可能性があるんですよ。もちろん広告料をお支払いする規定が一定基準ありますんで、そこをクリアしないといけないところはありますけども、そこまで努力できる方でしたら継続的にレビューをしてくれるだろうなとか、継続的に動画の更新をしてくれるだろうなってことで、その信用がお金になってくるわけですよ。まあ、いわゆるね情報発信というものがお金になるっていうのはここに来るわけなんですよ。でまだまだ情報の世界には発信者は少ないです。私たちの知りたい情報を的確に表現する人はまだまだいないんですよ。まあですんでね、これを見てるあなたもぜひね情報発信者になっていただいて、世のため、人のため、そして自分の収入のためにやってみてはいかがかなと思っております。今回は以上でございます。ぜひね皆さんも、そしてあなたもね、あなたですよ、あなたも自分にはできないやじゃなくて YouTube 始めてみたらいいんじゃないですかね。そしたらね新しい世界が見えると思います。それは今まで私たちが見てこなかった世界、まさに未来が見えてくることだと思いますけどね。それでは失礼します。